垂れ流しとか勘弁だわ。なんで俺ボムそんな持ってんだよ。もうやばい、また赤ボンにトロフィー取られる。なになになに、ちょっと青ボン、赤ボンが先にしねえよ。 OK、 危ねえ、俺燃やされるかなと思ったわ。これ全部爆弾、あっ、ああ、いや今なんかちょっと気づいてたよ。上押すタイミングがちょっと遅かったな。ちょっと黒ボン頼むわ。ここで赤ボン勝たれるとほんと終わりなんだからさ、空気読めよ。いや空気読んで赤ボン勝たせるとかやめてよ、逆に。いやー怖いよ怖いよ怖いよ。止まりよるが、そしてお前らも止まるんかい。いやリリリリリリっつってるぞ、危険だぞ。大丈夫？うわー、これ緊迫すんなー。あれ、他の関係ねえもんな。むしろ俺が実況しにくいわ。爆弾、そこに爆弾あったのって。何も実況できん。いや、だから爆弾そこに入れられると、あんまよくわかんないのよ。さあ、ドローでお願いしますと言いたいところだが、バカお前、お前何して、ドロー、ドロー、これドローか。危ない、危ないよドロー、危ない。でも初のドロー来たね。これですよ、俺が望んでたこと。願いは叶うね。首の皮一枚隔てて、隔てて繋がったね。アイテム、あ、危ない危ない、前なんか殺されるところだったんちゃうの。ちょ、あいつ何なんだよ。残り火大丈夫だと思ったのに。ちょっと待って、ちょっとこれ死ぬんちゃうの。青ボン、ちょっとこれ危ないんじゃない。よしよしよし、いいぞ青ボン、よくやった。アイテム、アイテム、アイテム欲しいよ。よし、ボムゲット。おっと、誰か死んだ。黒ボンか、黒ボン何があった。青ボン、あー、これこそ、これ究極の。くそー、大丈夫かなと思ってしまった矢先、これかよ。いや、アイテム、アイテムをゲッチュゲッチュゲッチュよ。危ねえ、今ゲッチュゲッチュゲッチュの時に死んでたら最悪だったな。当たらへんか、ギリギリ当たんないか。でも蹴りはゲットしたよ。何してくれてんだよあいつ、マジで何なんだよあいつ。来んなよあいつ、バカだろ。さてはバカだな。よしよし、勝った、やっと勝ったわ。かかったかかったわ。これもう1時間になったもん実況。はーい、ということで、これ何面だっけ、6面目か。あ、じゃあ半分半分、なんか2より実況時間長く感じるな。いや実際長いな。今ここで半分か。いやー、やっぱレベル10って強いね。はい、ということで、一回ここで、止めたいと思います。それでは
お疲れ様でした。バイバーイ。はい、ということで、続きでやっていきましょうかね。スーパーボンバーマン1、CPU ボコリ実況。さあ続いて持ってけアイテム。これは周りにねアイテムたくさんあるので、もう先にね、手に入れた方がちと言っても過言ではありません。これは最初フルパワーをゲットした方が、あ、いや待てよ、あれはナックル、あ違う、真ん中にいんのかみんな。じゃ誰かが道を破壊してくれて、ここだ、来た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 、勝った、これは勝ったやろ。あぶれあぶれこれは勝った、これはほぼ 100% 勝ったでしょう。はい、残念でした。よし、囲んだ、完全に囲んだ。よし、これなら勝てる、これならすぐ勝てる。いくぞ。で、ボムを置かないと。はい、敵がボムを置いたところからニョンペ。くそー、焦った。そしてなぜ取りに行かない、みんな取りに行くだろう。ブロックからはアイテムはデン、赤ボンはザナミ。なんでアイテムを取らん、みんな。なんで青ボン死んだなんで青ボン死んだ。まあまあまあいいか。あーくそー、今の焦ったな、ちくしょう。危ない危ない。よし、きたきたきた。あいつマックス取ったか。マックス取られるとちょっとめんどくさいのよね。よし、青ボン来た。あぶんない、俺死ぬとこだった。そうだよ、あいつマックスなんだよ。今の今言ってたのなぜ忘れる。よっしゃ、あいつはね、かっこいい、かっこいい、やったね。これはうまうまの、うまうま案件。勝てる勝てる勝てる。イエーイクソだ。できる限り全部取りたいけどね。おっしゃ、全部取った、勝った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 。よし、囲んだ。よし、どうか、ゴムか。うわっ、いやー、ちょっと焦った、また焦ったよ、くそー、焦った。もうボム置いてやろう。よし、青ボンさよならの巻。やべ、ほぼ対等と言っても過言ではないぞ。な、赤ボン、まずったな。危ない危ない。あい、オッケー、取らせない取らせない。ちょっと待って、あ、落ち着け落ち着け、さっきから全然落ち着いてない。はい、イエッフー。だからこういうことができるんですピカ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 ーってしてるときは無敵状態なんですよ。ああいうふうに遊ぶこともできると。さてさて、あ、ちなみにあのピカピカに関してなんですけど、このゲームのストーリーモード、多分、もしかしたら皆さんゲームセンター CX でもうすでに見ている方もいる、おらっしゃるおらっしゃるとは、いらっしゃると思いますけども、あれ最初ステージ開始後ピカピカ状態になるんですよ。だからさっきみたいにボムでパパ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 ってやって、敵を一気当選するっていうやり方の方が結構攻略にいいと思います。はい、ゲームセンター CX ではそれやってなかったんですけど、有田課長、うん、そんなことはどうだっていいゾンビフラワー行きましょう。